よし、隠密だ。皆さんもこの害鳥に困らされたことが一度はあると思います。今回はそんなカラスの撃退方法を2分で解説していきます。基本的にこれから紹介する8種類の行動をどれもせず、約80秒経過するとカラスが舞います。ラスト1人になってからは30秒ぐらいでは来ますが、これは1人になってから30秒ではなく、最後の行動をしてから30秒なので爆速でカラスが湧きます。カラスが舞わなくなる行動は主に8つです。暗号機を解読、言わずと知れた方法ですね。解読しすぎると暗号機の揺れでバレるので一瞬だけ触る方がいいでしょう。ゲートを開ける、こちらも一瞬だけ触ればカラスは舞いません。治療する、治療すればカラスは舞いません。治療される側はカラスが舞ってしまうので注意です。休場する、休場するような場面でカラスを気にしているようだと根本的な立ち回りが心配になりますが、この方法でもカラスを防ぐことができます。ロケットチェアを壊す、おそらく庭師以外知らないことランキング1位ですね。ハンターに追撃される、信音範囲内でハンターの画面に入っていると追撃判定になります。こうなればカラスは舞いませんが、すでに隠密は失敗してますね。ちなみに信音だけでもカラスは舞いませんが、一度カラスが舞ってしまった場合、信音プラス追撃でないと消えてくれません。壊れる壁を触る、壊しきると通知が鳴ってしまうので一瞬だけの方がいいと思います。ハンターに関するアクションを行う、監視者を抜いたり魔女の規制を剥がしたりなどのボタンを押す行為であればカラスは舞わなくなります。まあこれらの行動も大体ハンターに居場所がバレているので、カラスの心配よりも先に心配するべきことがありますが、ええ、これでカラス対策はバッチリですね。さあ僕もカラスを撃退してと、ん？なんか一匹消えないな。